で今日はもうこれぐらいにしとこうかなと思うんですけど、これでまあ20分から25分のをこれで第5アメ中から第5ターンっていうんですかね、だいたいこれでいいんじゃないかな。間隙間が空いてるからちょっと受けないんだけど、 GTM という世界観があるからこれも否定はできないのではないか。まああれですよね、ガンダムはガンダムで、あの間に全部詰まってるかっていうと詰まってないイメージありますよね。ガンダムの中コックピットはまああるとは思うんですけど、まあこんなもんかな。このすごいこの微妙なところをみんな言うんですよね。なんでかというと、この微妙なところでイメージがすごい変わる場合があるからなんですけど、今そのマスクがかかってるからマスクを外しつつちょっとずつ動かしてるという感じなんですけど、基本的には私は真面目にやっているので、作業自体は真面目にやってますよ。ただ眠くならないようにしてるんですよ。でまあこんな感じですよね。まあもうちょっといじる必要はあるとは思うんですけど、このところがちょっとマスクでグループアイランドでこれでこれ、まあこれこっち便宜上マスクしましたけど、ポリグループの中に入ってるから、サブツールの中に1個の中に入ってるから、マスクを押しながら関係ないとこを押すと逆になるんですよ。関係ないとこになるんですよ。まあさっきはこうだったんだけど、関係ないとこを押すと違うとこ、反対側のサブツール、ポリグループのとこマスクかけてくれるから、具合がいいですねっていう感じなんですけど、で、まあ、同じような話でこれでムーブかけていくっていう感じなんですね。いやあんまりそれじゃいけないんですけど、なんていうんですかね、紅の豚みたいなアニメで作業中にみんなワイワイガヤガヤやりながら仕事をしてるっていうシーンが出てくるんですけど、そこまでやってたら飛行機も飛んでる間に羽が取れちゃうんじゃないかなっていうのを、そのフィオが夜なこのあのババアの野郎しゃべりながらやったら、こんなとこ釘が打ってねえじゃねえかよみたいな感じだと思うんですよ。でフィオが寝てから、その豚のおっさんが、ちょっとこれじゃちょっとやばいんじゃないかなって言ってまた直してるんですよね。おそらくあの豚の主人公は飛行機会社のボンボンだと思うんですよ。でその軍の金を使ってあの飛行機を作ったんですよ、あの赤いやつを。でそれであえて軍が飛ばせないんですよ、こんな危ないもん。自分はそれで飛べるから、で
だから自分用のを作りたいのが金がないから、軍がちょうどなんかそのコンビやるからって言って飛べないって言うんで、っていうギリギリのところで作ったんでしょうね。エンジンが欲しかったんですよ、おそらく。シュナイダートロフィーっていうやつがその時代あるから、それに出たいんだけど、いいエンジンがないから、まあイタリアにエンジンがあったかどうかは知らないんだけど、まあ言うてみればアルファロメオかなんか、フェラーリじゃないな、アルファロメオかなんかのエンジンがあるんだけど、おいそれで買えるようなものではないし、まあその欲しいんだけどというので、もうそうなったらコンペに出るしかないな。まあ明らかに戦闘用ではないんですよね。速度記録を求めるためのある意味にレース用の戦闘用なんですよね。ちょっとここら辺はマスクをかけて、ちょっと前にこういう感じですね。まあこういうことはあまりやっちゃいけないとは思うんですけど、ちょっと場所的にこうしないと背骨がぶつかるところになっちゃってるから、まあこんなもんかな。これ角度失敗しちゃってるから、もうこの動かしてだいたいちょうどよく見えてるだけなんですけど、これがあれなんですよね。ちょっと角度を変えたからちょっと見えるようにはなったんですけど、これも本当は逆にしたいんですけど、全部同じような感じになってるから、これはもうマスク、これでいけるのかな。あ、いけたな。これでもいけるんですよね、マスクに関してはポリグループが完全に分かれてれば。で、まあ、大体こんなのができて、もう今度はもうプロペラントタンクとかファンネルですよね。まあこんな感じじゃないかな、こういう感じじゃないですか。世間一般の例えば G ブラシの作例ってこういうのありますよね。でまあ一番簡単なのはこれですよ。この部分が一番使えるかなという話で、あの前も言ったんですけど、その突然また違うパーツ作ると、なんか何が何だかわからないような感じになるので、でコピーペーストですよね。でこういうのを持ってくるんですよ、こういうところに。で、まあ、一番簡単なのはだから、まあ、プロペラントタンクみたいなやつです。まあ、こんなのあるんじゃないですかっていう話なんです。私はどちらかというと
ガンダムより何倍に世代になってるからな。オーラコンバーターでしたっけ。いや、まあ、オーラコンバーターって言われたらオーラコンバーターに見えなくはないですよね。まあ、こんな感じで飛ぶわけですよ。まあ、こういうのはあれですよね、バルバスバウみたいなですね。ここにアヒルみたいな尻尾をつけたらバルバスバウになるんじゃないかな。で、まあこれでまたコピーでペーストですよね。こんなの作ったかな。こんなの作ったかなというぐらい昔に作ってるんですよね。まあ、便宜上の形出してるだけなので、こんな程度なんですけど、部分的にマスクをかけながら形状をいじってるだけですね。で、まあデフォームをかけ、デフォーメーションのミラーのこれも、Y ですね。あれ、ミラーのこれすんごいちっちゃいんですよね。これはちょっとでかかったかな。まあ、こういうのよくあるんですよ。こういうの G ブラシ好きですよね。こういうものが使えるのかって言ったら知らないです。使えないかもしれないんだけど、キャラクター的には使えるかもしれないですよ。まあこんなもんでしょうね。プロペラ&タンクみたいなものですよ。一応回転してそれっぽく見えたらいいなという感じで見てるだけなんですよね。こんな感じなんですよ。で、
ドロでパースとかつけるんですよね。これちょっと違うのかな。こんな感じですよね。またオーバーキャラみたいなの着てる。どっちにしたらいいのかちょっとわかんないですけど、レンズ効果ですよね。レンズの効果はちょっとわかんないんで、こういうところにパーティングラインじゃなくて、パーティングラインとか、もうちょっと切り欠きとかつけていくと、みんながよく知っているメカのイラストになるんですよね。何なんですかね。これがよくわかんないですよね。足とかつけて形状なんかやっていかないとちょっと。こんな感じで飛んでいくんですよ。こういうちょっと疲れてきちゃったんで、もう25分の5話目だからちょっと喉が痛くなってきた。でここにだからオーラコンバーターみたいなのつけてかなきゃいけないから、もうこれで何とかしようという話ですよね。なんでかというと整合性というか統一感があると嬉しいという感じなんですよ。でこれがコピーでペーストですよね。でムーブでまあ、私が見た限りで言うと最近のだから鋼のラインバレルはかなり統一感があって見ていてすがすがしい感じはしたなという感じがしてたんですけど、そういうのは人によってはそういう考えでしょうね。私はメーカーは作らないですけど、基本的には仕事上では。なぜかっていうとメーカーの担当がいっぱいおったんですよ。でメーカー1回作るとなると、その当時は GTM がなくてモーターヘッドだったんですけど、モーターヘッドを作るのに半年ぐらいかかる。3ヶ月だったかな、1個作るのに半年ぐらいかかるんですよね。だからちょっとそれはちょっと半年も一体に拘束されるかっていう話ですよ。でだからフィギュア、女の子のフィギュアっていうのはもっとスパンが短いから。で何が幸いかというと、メカものほど左右対称が厳しいものはないんですよね。でもうそういう話にすごい疲れてくるんですよ。
それで君は左右対称がすごい得意だよねっていう、いうふうに言うてくるから、得意じゃないですよっていうふうに言えないんですよね。いや、職場内でそういうほど地位が高いわけでもないから、そんな言うてたら仕事は来なくなってしまうよっていう話ですよね。だから本来的にはそんなに言うほど得意じゃないんですけどっていうふうに言いたいんだけど、左右対称はもう機械でないと厳しい部分があるから、機械でやっても適当にやってるとこれ左右対称じゃなくなってくるというのもあるから、いや、この画面がガチャガチャってなる時点でもう触れないんですよ、怖いから。こんななんか出ちゃってるから、水色の丸がちょっとかなり処理を頑張ってるよっていうことだと思う。処理を頑張ってるんだけど、私が想定してるよりかなり苦労してるみたいな感じですよね。これかなりスペック高いはずだったんですけどね、このパソコンが。で、コピーでまたペーストですよね。で、縮小するんですよ。それでまたこんな感じですよね。いや、その元ネタっていうか何ていうんですか、仕事上でやると、例えばなんとかガンダムのこれを作ってくださいっていう仕事だから、その通りに近いような感じ、まあ、2次元のものだから、あれ3次元のデジタルで作ってもデジタルのデータはくれないんですよね。で、だからスクリーンショットぐらいですよ。で、これで作ってくださいっていうんですよ。で、持ってくとちょっと違うとか、ちょっとまあいいんじゃないのっていう感じになってるから、まあ、要するに元データなんか出せないですっていうところでみんな頑張って作るんですけど、だからこういうのはその元のキャラがないからオリジナルですよね、言っちゃなんだけど、楽なんですよね。ここら辺から行ってるからな、ここら辺から先にやっとかないといけないですよね。でも仕事でやってるのがちょっとだけ長いから、いろいろ思うところがあるのを適当に言ってるので、まあこんな動画を業界のプロが見るわけがないという話ですよね。で、こんな業界のプロなんか見ないんじゃないかな。私もそんな同業の人の制作途中なんてほとんど見ないですよね。見ないのって言ったら、いや、一応なんちゅうんかな、一応見ないわけじゃないんだけど、そう毎日毎度毎度毎日のように逐一その警戒するように見るなんていうようなことをしてるのは自分の作業をしますよという話になってるんですよ。まあ、これはオリジナルだからなおかつあんまり関係ないですよね、その業界の方とは。これもフィーリングといやフィーリングなんですよ。こういう感じじゃないですかって話ですよね。で、ここはちょっと小さいですよね。だからこれはだからムーブで、あれ、これなんか今すごいあれですよ。バグが起きている。
ブが起きている。まあちょっと こういうのはあんまりやりたくないんですけど、まあ、イメージ的にはこういうのはありがちだよな、ありがちなものを作っているつもりなんですけど、こういうパーツをたくさん つけていくと華やかになって いいですよね。まあ、細かいディテールを見ると気分が良くなるという人が比較的多いので、まあ、腕がないからな。まあ、こんな感じで、あ、もう26分なんで、とりあえず今日はこれで終了っていうことにしようかなっていう感じです。だいたいこんな感じで胴体と、ファンネルというかプロペラントタンクみたいなものを、作ることができました。次はまた次回にということです。今日はこれで終了です。